あんこ自体の骨が柔らかいものですから、吊るしておろします。切れを取ります。皮を一気におろします。ベロベロベロと両面がこんな形で、はい、お腹を開いてきます。内臓を取り出します。高級品のあん肝です。胃袋ですね。卵巣でヘラ、釜を落として身を取っていきます。最終的にこんな形になります。完成です。2月9日金曜日よりあんこう鍋祭り開催しております。ぜひお越しください。